ヘディ・スリマンはフランス出身のファッションデザイナー。20世紀終盤頃から21世紀初頭にかけてのファッションブランド、イブ、サンローラン、ディオールオム及び2012年から2016年にかけてのセイントローランパリのクリエイティブディレクターとしての活動が最も広く知られている。ヘディ・スリマン、少年性とロックをテーマにした繊細な作品群は熱狂的なファンを多く持つ。 また、最近では、フォトグラファーとして、雑誌、ビッグメゾンの広告などの仕事もこなしている。ボーグオムジャパン総監号にて、デビット・ボーイ、ポール・ウェラー、ザ・クラッシュのポール・シムノンから、かなり影響を受けたと語っている。いずれも、イギリスのロックミュージシャンである。また、ザリバ・ティーンズのピート・ド・ハーティに熱狂し、自身が撮影した、写真集まで出している。 過去の膨大なコレクションの中から洋服のインスピレーションを見出すために自身で手掛けた服以外は古着しか着ないことでも有名である。フランスパリにおいてチュニジア系の父親とイタリア系の母親との間に生まれた。ありがとうございます。